2015年の横浜 DNA ベイスターズでは2015年の横浜 DNA ベイスターズの動向についてまとめる2015年の横浜 DNA ベイスターズは中畑清監督の4年目のシーズンである開幕前は DNA が親会社になって以来オーナーを務めていた春田誠が DNA 退社を理由に1月にオーナーを辞任し DNA 創業者である南馬智子が オーナーに就任、ナンバは日本プロ野球史上初めての女性の球団オーナーとなった。そのシーズン開幕前の矢先、グリエル兄弟が故障の治療を理由に突如来日を拒否、雲行きが不安視されたシーズン開幕当初だったが、3.24月を15勝13敗で乗り切り、5月中旬に最大貯金11で首位となる。 しかし交流戦に入ると突如失速し一時は5位に交代する。それでも前半戦は首位で折り返したもののエース明けの横浜スタジアムでのヤクルト戦に3連敗を喫し、以降は一度も A クラスに復帰することはなく最後は2012年シーズン以来の再開となり、中畑監督は責任を取って辞任、後任にはアレックス・ラミレスが就任した。 62勝80敗1引き分け6位本節では、毎シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。本節では、本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する。ありがとうございます。